ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。液を買ってきましたよ。やっぱり、液欲しいですよね。ついでに、リレーラーも買ってきました。都会っぽい駅で、かっこいいですね。田舎の駅ばっかりで、都会風の駅がなかなか売ってなかったんです。ちょっとここで、リレーラーです。Bトレのリニアを手で乗せるのが大変なので、リレーラーが必要です。さあ、駅の中身を出してみましょう。お、なんだ、この紙は？中身が出しにくいぞ。かっこいい。黄色の線がある？黄色い線の内側にお下がりください。ホームの両端はここに入ってるんですね。こんなに長いの置けないぞ。思ってたより、長いなー。まだ中に何か入ってる。ステッカーが出てきました。高見が丘駅いいねー。カスタマイズできるんですね。ベンチとか、階段とかですね。少し組み立てる必要があるんですね。はい。設置してみました。これ以上の長さのホームが置けない。なかなか、いいねー。早速、走らせてみましょう。スムーズに走るようになりました。停車。出発。ああ、止まってしまった。昔の N ゲージあるあるだー。次はリニアです。ポイントで止まってしまった。リニアのように新しい車両は、都会風のホームが似合いますね。都会に憧れてるみたいだな。これからも、充実させていきますよ。ご視聴ありがとうございました。